12月の28日に解除ということで、通告がありました。解除になりますと現実的に、精神的な慰謝料月額10万これを全て打ち切って、それから固定資産税の免除も打ち切って、それから電気料金これの、あれも打ち切ると助成も打ち切ると、さらには NHK の視聴料ですかこれも打ち切るという文書で、ね、通告が入りましたというような、現実的に解除になっても若い人たちあるいは子どもたちは一人も帰ってきておりません。解除前と同じ状況です。私たちがこの解除にはまだまだ早いよというのは、いまだに農地の除染、それから道路の除染、屋敷林の除染、それと除染は一回終わったんですが、ホットスポット的に年間20ミリコスト、これはいくらでもあるんですね。必ず一箇所に箇所あります。ですからこれらの再除染あるいは追加除染、しっかりと除染した後にですね、国で示している私たちとしては年間1ミリですかなるようにはできないのか、まあ、再三にわたってこの解除は時期早々早いということで、お願いをしたんですが、一向に聞いてくれません。一切私たちの話は聞いていただけません。本当に政府の一方的なことで解除になったわけです。私たちの国は民主主義であります。やはりこの住民の声を聞いてね、政治を取るのが民主主義であろうと私はこう判断します。我々20ミリシーベルト高線量ですね、我々にすれば高い値で解除と、子どもも大人もすべてその後については無条件、何も保証もなくなっちゃうわけです。原発の労働者の放射能の基準、それで5年間で100ミリシーベルトという値を我々住民にそのまま管理されない我々についてその値を押し付けようとしている。そしてましてやこの福島の原発起きてしまってからは戻せないんですから、住民の命を守ってくれるのも国の務めなんです。一部の福島県のその被爆した人たちの命は見捨ててそれでいいものかと。現在南相馬市から、3人の子どもを連れて新潟市の方に避難しています。上2人は現在大学生なので、それぞれ大学の寮に入って、また福島と新潟それぞれの寮ということで20、30の別々の生活になっているので、とても大変ではあります。子どもの健康、将来の健康のことを考えると、解除されたから戻るのかって言われるとやっぱり戻れません。子どもたちもまあ、うちの家業である酪農を、まあ、続けたいというか、どんな形でもその携わっていきたいということで、上2人はその方の勉強しているんですけども、でもこんな健康被害がいつどうなるか分かんないような場所に戻っては絶対来れないので、私も1ミリになってからの解除をしてほしいなというふうに思っています。被害者の声を聞け。被害者